い、ということで今回は猫友というゲームの体験版がやってきてたのでやっていきたいと思います。ほんわか家族ができちゃうゲーム、猫友。これはなんか 3DS で確かクマ友っていうゲームがあったと思うんやけど、私やったことないんやけどそれの猫バージョンらしいです。お庭で初めまして、タイトルってことかななんかそういう感じかな。かわいい。おや、何かの鳴き声が聞こえます。あれかな、庭に野良猫が来たとかそういうこと。この鳴き声は、そう、猫。あなたの部屋には猫がいるみたいです。お、保護しましょうか。何下げてるのあれ。オッケー。あ、あそこに猫がいますね。あなたに興味があるみたい。少し近づいてみましょう。まさかの二足歩行私普通にさ、普通にペットな感じかと思ってんやけど、二足歩行なんやね。なるほど。おや、撫でてほしいみたいですね。ほう、優しく撫でてあげましょう。優しく撫でてあげましょう。動かして撫でる。撫でれてなくね。こういうこと？あ、ちゃんと動かさんといかんってことね。どこが？首の下？あ、やっぱりこのあたり？あ、なるほどね。かわいい。嬉しい？気持ちいい？気持ちいい？どうすか？気持ちいい。しゃべる。こいつしゃべる。しかも片言。あら、猫がしゃべりました。そういう感じなんこれ。どうしたのでしょう。いいね、表情豊かやね。何か考えているみたいです。な、おうち。おうち、住まわせろということかなあなたのお部屋を眺めて、なんだかお部屋に入りたいみたいです。おうち行く。中に入る。中に入る。な、喜んでる。急に絵になったね猫が笑うと胸元の懐中時計がふわっと光ったような気がしました。あなたのお家にやってきた、おしゃべりするなんだか不思議な猫。これからどんな毎日が始まるのでしょうか。しゃべるんや。あなたと猫は知り合いになりました。知り合い。あ、なるほどね。まだ家族じゃないと。ちょっと距離感お、部屋の中に。洗わなくて大丈夫かな？泥だらけとかじゃない？猫が部屋にやってきました。めっちゃ可愛い。動きが。ほい。猫は何か言いたいみたいです。お腹が空いたって？なるほど。結構ズーズーしい感じやね。お腹が空いてるのかな？猫にささみスティックを食べさせてあげましょう。そしてなんかちょうどよくそういうものがあるんやね。はい、プレゼントをあげましょう。ササミスティックをプレゼントしました。はいって言われてもね、はいはいしかないや。なんだかとても嬉しそうです。ななそこは言葉喋らないの。ありがとうって言うよペコペコと頭を下げてご飯を食べさせてもらった。お礼を言いたいみたい。まあ、仕草は分かっとやね。感謝を伝える言葉を教えてあげましょう。あ、そういう感じ。あれやん、なんか何どこでも一緒みたいな感じ。オッケー。ありがとう。そうそう、うわ、急に饒舌になったそう、ありがとうだよ。ありがとう、ありがとうなら。ペラペラ喋るあなたを指さして何かを知りたいみたい。名前、なな、名前。なるほど、あんしの名前ね。名前、あ、名前そうそうそう、名前ね。どうやらあなたの名前を知りたいみたい。あなたの名前を教えてあげましょう。でもいきなり庭にね、人の言葉を喋れる猫が来てもなんか不気味なような気もするけど、どうなんやろ実際の猫で人間の言葉喋られたらあれやけど、こういうアニメチックな感じやったら大丈夫なんかな。え、違う、なが被った。はい、これで。なが、あゆなさん。おお、ちゃんと言葉、あれや、音声で聞こえる。そう、あゆなさんだよ。自分でさん付け。ありがとう。
あゆなさん、ほんとなんか知り合いなんやね。さん付け。いえいえ。あゆなさんのことちょっとわかったな。わかった。名前しか教えてないけどね。猫はあなたとお話ししたいみたいです。おしゃべりボタンを押してお話ししたい内容を選んでお話ししてみましょう。おしゃべりボタン。スマホが見られるようになりました。これがスマホのやつってことかな。スマホからアルバムを見られるようになりました。アルバム？どこ？どれ？なんかよくわからんけど、あ、スマホなんかこの下にあるやつか。おしゃべりとは別のやつってことやね。どうやってスマホやるんかちょっとわからんけど、じゃあとりあえずおしゃべり。にゃまえ。猫のお話。あ、そっか、猫の名前。なな。うんうん。キラキラしてる。知り合いに名前つけるのか。猫も名前が欲しいみたい。名前がないと呼ぶときに困りますものね。猫に名前をつけてあげましょう。じゃあちょっと今うちで飼ってる猫と同じ名前にするね。ももちゃんにしようっと。ひらがなでいいよね。オッケー。はい、これで。もも。そう、二発音的にはももじゃなくてももなんやけどね。もも。それ食べ物になるけん。もも、名前ありがとう。なな。まあまあよしとしよう。尻尾ふっさふさやね。ももちゃんあなたと話してき嬉しいみたいです。おや、またももちゃんの時計が光りました。なんだか不思議な時計ですね。言葉を覚えた分だけなんか光るってこと。なになに。え、なんかめっちゃ満たされたよ。なに、お、エピソード。猫とおしゃべりをすると絆が深まっていきます。絆が深まると左上にある絆メーターが溜まっていきます。おや、何やら特別なことが起きそうです。あ、なるほど、それでイベントが起こるってことや。リビングに戻ってみましょう。それでは戻るを押しますね。勝手に。おしゃべりボタンを押すと特別のお話が聞けるみたいです。押してみましょう。うんうん。エピソード。なんか、装飾がめっちゃなされとった。いや、めっちゃ歩く。お話できるよ。この画面結構好き。あ、どれ？うわ、めっちゃ走る。ももちゃんが手足をパタパタさせながら、あなたのところに駆け寄ってきました。な、もも、わかった。あゆなさんのことがわかるよ。マジで？なの、あゆなさんのおかげでお話できるの。ほうほう。あのね、にゃにゃっていうのは私とかそういう意味か。みんな話せるんだけど。マジで？え、衝撃の事実。チャンネルがあってなくて話せないだけなの。あ、要は猫同士では話しよるけど、猫と人間になるとちょっとなんか設定が違う、設定というか違うみたいなこと。あゆなさんが話しかけてくれたおかげで、もも、うん、の。いや、でもこういうのってめっちゃ思うけどさ、昔から漫画読みながら、人間がずっと話しかけよったら意味分かってくるんじゃないかなとか、話せるようになるんじゃないかなとかめっちゃ思うよね。え、だって人間の子供だって最初話せんやん。なんか、あーあーあーみたいな。話できたらいい。動物やん。あのね、さっきの食べ物。はい、何？ササミスティック？猫は美味しかったと言いたいみたい。美味しいの言葉を教えてあげましょう。そうそう、猫に教える言葉は漢字を使うことができます。でも猫はまだお言葉が上手でないので読み間違えることもあるかもしれません。そんな時は教えた言葉をひらがなやカタカナに直してあげてください。もうちょっと猫とお話ししていると言葉が直せるようになります。では美味しいの言葉を教えてあげてください。 OK。 美味しい、とっても美味しいだったよ。美味しいだった、ちょっと日本語おかしいね。お話できるようになったの。意味はわかるけどね。一人で人間の言葉を勉強したから、うんうん、間違えてるかもしれないもん。だからいろんな言葉を教えてもらえると嬉しいのよ。嬉しいのよ、女の子やね。一人で勉強どうやってしたんやろう。日本語書き取り帳みたいなのがあるんかな。日本語、人間語書き取り帳みたいな。そう言いながらももちゃんはとっても嬉しそうに走り回るね。あなたの周りをくるくるとしています。あのね、あのね、もも、うん、もも、住むところないの。めっちゃアピールしてくるやん。住ませろってか。ご飯を食べるとこもないの。一人ぼっちなの。なるほど。てかめっちゃ喋るやん。じゃあ一緒に住む、ここにいていいよ。一緒に住むの方が距離感が近い気がする、なんとなく。いいの？わーい。いや、そう言って欲しそうな顔をしてこっちを見ていたじゃないか。あゆなさんと一緒にいていいの？ね、ももが仲間になりたそうにこちらを見ている。じゃあ、もも、あゆなさんと一緒に住む。え、
え、なんなんそれ、断られる可能性があったん。わーい、あゆなかんと、いっそ、あゆなかんと。それはつらい。ももちゃんが喜ぶと首にかかった時計がわずかに光り、時計の針が動きました。ももちゃんと一緒の生活、どんな風になるのでしょう。時計の針まで動いた。なんなんやろ、それが一周したらなんかなるんかな。え、めっちゃ動くやん。一周どころじゃない。あ、一周した。家族レベルアップ。家族レベル2。家族ですって、知り合いじゃなかったの。エピソードは絆メーターを貯めることで見ることができるようになります。エピソードが貯まったらおしゃべりボタンを押してみてみてくださいね。あのね、さっきお庭でなでなでしてくれてとっても気持ちよかった。まあね、猫ね、顎の下とか撫でられるの好きよね。あのね、あのね、また撫でてほしいな。オッケー、毛ふわふわやね。いっぱい撫でてあげる。ありがとう。あゆなさんに撫でてもらうと、わざわざなんかペコってするの、かわいい。これからもなるのよ、かわいい語尾が。ほいほい、撫でましょう。撫でるができるようになりました。撫でるボタンを押して猫が満足するまで撫でてあげましょう。撫でるを押して猫を撫でてあげましょう。それでは押してみますね。勝手に猫をツンツンしたり撫でてあげることができます。満足するまで撫でてあげてみましょう。ありがとう。いいね。イエーイ。あ、背中もかわいい。こっちも撫でて。いいね。こっちって何、どこ。大満足。マジで。お、よかったよかった。たくさん慣れてもらって満足したみたいです。また明日慣れてあげましょう。エピソード追加された。あれ追加されたんかな。はい、オッケー。ほら、エピソードできた。猫を撫でられるようになりました。そしてエピソード見ていこうか。どこへ行くんだ。来た来た。またまた初めまして。何、誰、増える。増えるの、2匹目。何、何、友達連れてきた。また庭から猫の鳴き声がします。にゃにゃお、にゃにゃお、男。お庭を見に行ってみましょう。ほら、もう一人住まわしてもらったけんって、ちょっとね、仲間が見ると庭の隅っこに一匹猫がいます。興味深そうにあなたを見ています。あの子も時計をつけていますね。絶対どこかしらから送り込まれてきよりやん。そのアホ毛かわいいね。こっちに近づいてきました。なんか耳の中にハートがある模様。いや、あの子同じおしゃべり猫だと思うのよ。あ、一応おしゃべり猫っていう種族がおるってこと。じゃあ普通の猫とおしゃべり猫がおるんかな。あの、こんにちはです。声がいい。この子の声いい。不思議です。猫の子たちが話せるのは何か訳があるのでしょうか。こんにちは。同じ言葉で返してあげた方がいいでしょう、きっと。なに、怖い怖い怖い、どうした。初めましてです。めっちゃなんか敵対心むき出しなんやけど。お名前は。ももちゃんは大きな声を出してちょっと警戒してるみたい。警戒してるの、それ怖いよ。うんうんうん。その時グーと音が鳴りました。あれ、この音はなんかこの絵本みたいな感じ。いいね。グーってお名前。どう聞いても音でしょうよ。違うです、お名前ないです。かわいい、欲しいです。この子いいな。この子はあなたに名前をつけてほしいみたいです。じゃあちょっとこの子は昔飼ってた、カタカナは、あ、こっちか。昔飼ってた子の名前にしよう。っと、オッケー。ミルクですか。ミルク、ミルク、ミルク、とってもいいお名前です。いいお名前、よかった。ミルク、嬉しいです。桃だって、いい名前だもん。両方ね、両方いい名前を張り合うな。桃の名前も、あゆなさんがつけてくれたんだもん。あ、これで私の名前はもうここから伝わるわけだね。桃ちゃん、ミルクちゃんのことちょっと気に入らないみたい。
そんなわかりやすく。ももちゃん。ほら、いいやん。いい子じゃないか。絶対この子の方が性格いいよ。名前を褒められてももちゃんはちょっと嬉しそうに尻尾を立てました。お、ちょっと仲良くなる。でも首をブンブンと振ってまたあなたの後ろに隠れてしまいました。違う、慣れ合いたいわけではないっていう感じ。お、どうしたどうした。ここはもものお家だよ。いやまあね、そう、いや私の家だよ。あなたの後ろに隠れているのに胸を張りながらシャーシャー言っています。その辺はちゃんと猫っぽいんやね。ミルクちゃんは少しうつむいた後、何かを決心したみたいに顔を上げて言いました。ミルクも一緒に住みたいです。ほう、2匹、負担が、餌代が。わざわざ前に出てきてびっくり。なるほど。あー、お腹が。ミルクの方がちょっと小さいんかな。あ、またこの音です。ももちゃんも音に気づいたみたい。なんだその顔は。この音。お腹がみたいな。ふーってしちゃったです。恥ずかしいです。いや、かわいいね。もうなんか男だか女だかよくわからないけど。めっちゃ空いてるんだろうね。ずっとご飯見つけられなくて。でもどれぐらい食べてなかったんか知らんけどさ、2匹とも結構あれよ、ふっくらしとるよ普通に。ももちゃん少し悩んだような顔をしてからあなたを見上げました。これ悩んだ顔？マジで？めっちゃ笑顔なんですけど。あゆなさん、とりあえずこれは困ってるふってわかる。食べさせてあげよう。上からだな。ちょっと自分の方がね、先住民族だからといって。先住民族、ご飯食べようかね。ありがとうございます。丁寧だね、いい子だ。何かミルクちゃんに食べさせてあげましょう。お腹がとっても空いているみたいですから。またあれ、ササミスティック。あなたと猫たちはルームメイトになりました。もうちょっと何、ステップアップ、知り合いから。ほうほうほう。お、また動いたぞ。家族レベルアップ。家族レベル3。これはミルクはいきなり家族レベル3からスタート。それではご飯を作ってあげましょう。それではご飯を押してみますね。まさかの市販じゃなくて作るの、手作りご飯だったのあれ。作りたいご飯を選んで作ってあげることができます。それでは猫ママを選んでみますね。ほうほう。猫とお料理クッキング、順番にボタンを押して混ぜましょう。何、どれ、スタート。はい、混ぜ混ぜです。 YAY YAYAX。 あ、目が回ってきよるよ。大丈夫、そんなに追いかけなくていいよ。 AABDXYY。 OK、 作れた。これ制限時間とかあったんかな、もしかして。何も気にせずやったけど。猫マンマ、猫まっしぐらの猫マンマ、不器用でも簡単に作れる一品。まあ、混ぜるだけだからね。940、何点数、1000点満点とかいうこと。60点、何が引かれたよ。はい、どうぞ。いただきます。あ、スプーンを持つ。もう人間だな。この子たちは人間だな。うわ、二口で食べてしまうよ。早い早い。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。お、出されていきよる。半分。この猫たちはとある事情で普通の猫より多くのものが食べられます。実際の猫にご飯をあげるときは気をつけてください。お、すごい、ちゃんとこういう注意が。なるほどね。美味しかった。うんうん、美味しかった。ちょっといいらんかな。あ、お、何、どういう仕草、大げさよ。なんか、なに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 。ももちゃんはミルクちゃんを見て逃げていってしまいました。そういうこと、表現が分かりづらい。なに、まだ警戒してるの。あの、あゆなさん、なんでしょう。ご飯いっぱい食べました。それはよかったよ。お腹パンパンです。パンパンです。ちょっとイントネーションが。こういうお腹いっぱいの時なんて言ったらいいですか。お腹いっぱいでいいんじゃない。なに、
逆に聞きたいけど、満腹とかそういうこと？満腹、ひらがなの方がいいよね、多分。はい、満腹って言うですね、片言だね。あの、満腹ってみんな使ってるですか？いや、逆に日常で使わんけどね、お腹いっぱいって言うし。みんな使ってるかな、わからんけど。みんな満腹って使ってる、そういうことにしておこうか。みんなが使ってるなら、かわいい、忘れないようにしないと。腰に手を。満腹、満腹、ちゃんと覚えたです。ちゃんと覚えた。ミルク、こんなにお腹がいっぱいになったの、もうすでにお腹がいっぱいって言ってるじゃん。そして動きがいちいちオーバーだね。満腹、お腹がシクシクじゃない感じが、お腹がシクシクですね。お腹が空いてない、空いとる状態をシクシクっていうかな。シクシクってなんか痛い時に使わん、気のせいかな。あゆなさん、教えてくれてありがとうです。いえいえ、もうちょっとなんかちょっと落ち着いて喋ってくれたんでいいよ。動きすぎだからね、君。エピソードが追加された。ご飯を作れるようになりました。猫たちに食べさせてあげましょう。とりあえずエピソード見ていくか。何？新たな時計が来たけど。ん？何ですか？二人ともリボンの色が違うよね。はい、何？あの、あゆなさん。何？聞いたよ。同時に言ってくれていいよ。あ、別々で同時に話しかけてきたっていう感じ。どうぞ。あ、ももちゃん。あ、そういう感じの猫の世界にもあるんやね。あ、大丈夫、ももは後で大丈夫よ。一応ももちゃんも気が使えるようになったのね。あ、どうした？ももちゃん、あの、それじゃ、あゆなさん、この子は尻尾、お礼、あれかな、毛がちょっと短い感じかな、ももちゃんに比べて。おいしいご飯ありがとうでした。この子は教えなくてもお礼がわかるぞ。それからお名前も、お名前初めてなので、なんかももちゃんの方はももちゃんって言うけど、ミルクの方はミルクなんかな。オス？わからんけど、名前気に入ってくれてよかった。はい、ミルク、綺麗な響きです。綺麗な響き、それは良かったよ。ここはあゆなさんのお家です。そうよ、私の家だよ。あの時のお返事、あの時のお返事、まるで告白の返事をせかされているかのような。ミルクも一緒に住みたいってお話の。あ、要はあれやろ、ここはあゆなさんのお家だから、ももちゃんが返事するのはおかしいですよねって言いたいってことよね。ももちゃんがちょっと。これからよろしくね。ここにいていいよ。ここにいていいよ。ありがとうございます。とっても、とっても嬉しいです。それはよかった。でも、ももちゃんがね、このお家に住んでいたのは、ももちゃん。大丈夫よ。家主の私がいいと言ってるんだから。なので、ももちゃんにも、ちゃんと、まあね、ご挨拶はいるかもしれんけど。ここに住んでいいよって言ってもらわない。でもね、ミルクすごいいい子やしさ、多分ももちゃんももちゃんってついて回る系やけん、じゃなんか私がお姉さんみたいな自尊心が満たされそうな気がするよ。ももちゃん頑張ります。いってらっしゃい。ももちゃんの話は一体何やったんやろ。そこはもういいの？よろしいの？まあ、これでもう一緒に住むように。あ、カメラが動かせるんやね、これで。へー、カメラ移動と、これで、どこや。あ、近づく。あ、なるほど、離れる。あ、こういう感じなんやね。なるほど、なるほど。という感じらしいです。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で。え、待って、なに、リビングと部屋があるの？どれ部屋？ないやん。あ、じゃあこれ続けていったら、そのうち部屋が増えていくってことなんかな。今はリビングにしかおれんけど。え、なに？一匹一部屋？やばくない？金持ちやな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。これは2匹までなんかな。これ以上増えられてもね、大変な気はするけど、でも私はあれだな、多分ミルク派の方だな